漢字ケヤキとひらがなケヤキはメインとアンダーで分かれた同一グループでしたが、グループの人気格差や漢字ケヤキメンバーの反対で合同選抜が中止になった噂があるなど複雑な過去があります。そんな微妙な距離感の漢字ケヤキとひらがなケヤキですが、それでも一緒に活動しているうちにグループを超えて仲良くなったメンバーは多いです。今回は漢字ケヤキとひらがなケヤキの意外と仲の良いメンバー7組を紹介します。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。上村里奈、東村芽衣。各グループでお互い天然キャラとして有名な上村里奈さんと東村芽衣さんは先輩後輩として仲良くしています。上村さんは東村さんのことをよく気にかけていて、東村さんはそんな上村さんを尊敬し慕っています。東村さんは人見知りですが、上村さんの面倒見がよく優しい性格もあり、握手会の休憩中に交流することによって打ち解けていきました。握手会のオフショットでも楽屋で2人で話している姿が映り込んでいたり、仲の良いツーショットをブログにたくさん載せていたりなど、一緒に過ごしている時間が長いことがわかります。東村さんはブログで、上村さんは涙が出るくらい嬉しい言葉をかけてくれる、本当にいつも優しくて可愛くて、私も上村さんみたいな優しい先輩になりたいと綴っていました。またベストヒット歌謡祭でアンビバレントの漢字とひらがなのコラボステージに出演した時に、東村さんは今までにないくらいとても緊張していました。そんな時、隣のポジションにいた上村さんが東村さんを安心させるように手をギュッと握っていてくれたそうです。東村さんは今でも思い出すとすごくドキドキするくらいのステージだったと言っていますが、それを視聴者に感じさせないかっこいいパフォーマンスを披露できたのは上村さんのフォローがあったからなのかもしれません。小池美波、小坂奈緒。小池美波さんは牛尾紗理奈さんと牛塩ポテチのコンビ名で仲良しなことは有名ですが、ひらがなけやきのエースこと小坂奈緒さんとも実は仲良しです。2人が仲良くなったきっかけは、坂道 AKB の MV 撮影の時に位置が近くなったシーンで話したことです。初めは2人とも壁があったようですが、お互い歩み寄ったことで一瞬で距離が縮まりました。小坂さんは、私はずっと牛塩ポテチのファンだったんですよとブログで明かしており、小池さんと仲良くなれたのはとても嬉しかったようです。小池さんもラジオ番組で、最近の話なんですけど、坂道 AKB あたりからすごく仲良くなった小坂奈緒ちゃん、日向坂46のメンバーなんですけどと切り出し、握手会とかで楽屋とか裏で遊ぶことが多くて、目があったらお互いムッてするのが今ハマっている遊び。おしゃべりする時とかも奈緒ちゃんから抱きついてきてくれるので、それに最近キュンってきててと仲良しエピソードを話していました。菅井優香、佐々木久美。菅井優香さんと佐々木久美さんは2人とも各グループのキャプテンということもあり、お互い信頼し尊敬し合っている仲良しコンビです。漢字ケヤキとひらがなケヤキが難しい状況の時でもグループを引っ張ってきた菅井さんと佐々木さんだからこそ今の関係を築けているのではないでしょうか。そんな2人の信頼関係と仲の良さがわかるエピソードがあります。2グループの合同ライブで菅井さんと佐々木さんが MC をしていた時、話すことがまだあるのに急いで終わらせないといけないという時間的にシビアな状況でした。それでも菅井さんと佐々木さんは2人で呼吸を合わせて時間ぴったりに終わらせることができたのです。2人は終わった後に抱きしめ合って喜び、菅井さんはその時の佐々木さんの対応力を後日のラジオ番組で、本当に久美ちゃんの焦らなさがすごいなと思って、私は心の中で見せないようにしてもちょっと見えちゃったかなと思うんですよ、でも久美ちゃんは全く見せてなくて頼れる久美ちゃんでしたと絶賛していました。また菅井さんが佐々木さんに助け舟を出すこともありました。佐々木さんがレギュラー MC を務める見えるを全国ツアーで欠席した際は、菅井さんが同番組に代打で出演しました。佐々木さんは菅井さんの出演について、ユッカーも忙しいのに本当にありがとうございます、でもユッカーがやってくれると聞いてとっても嬉しいですとブログで感謝の気持ちを綴っています。こうしてお互いの仕事をフォローし合えるのも2人の深い信頼関係あってのことでしょう。ハブみずほ、金村美久。ハブみずほさんと金村美久さんはハブミクとコンビ名が付けられるくらいの仲良しコンビです。2人が仲良くなったのは、ハブさんが金村さんの外見がタイプだとラジオで金村さんの名前を出し、それを聞いた金村さんが嬉しくて話しかけたのがきっかけでした。以前2人がインタビューを受けた時に、ハブさんは最初は本当にミクちゃんの外見がドタイプで、可愛い可愛い金村美久を推すしかないと最初から好きだったことを告白しています。また金村さんもモデルさんの仕事をさせてもらえるようになってから
より羽生さんの偉大さを感じるようになりました。かっこよすぎてリスペクトですと答えており、羽生さんをとても尊敬していることが伝わってくるインタビューでした。2人がマイナビ東京ガールズコレクション2021に出演した時にも、羽生さんはインスタで金村さんとのモノクロのツーショットを載せて、かわいいかわいいというコメントとともに金村みく推しのハッシュタグをつけて投稿しています。ファンからも、羽生&金村ペア最強すぎる、相思相愛の関係性が素敵、姉妹みたいなど多くの反響がありました。小林由依、高本彩香。小林由依さんと高本彩香さんは名前で検索すると、お互いが検索候補に出てくる2人なので、もしかしたら不仲なのかなと思うファンもいるかもしれませんが、本当はブログでお互いラブコールを送り合うほどの仲良しです。小林さんは高本さんがショールームで配信を始めた頃から推しアイドルと心に決めていたようです。小林さんは高本さんの握手会に参加してあげてとブログで呼びかけていたり、高本さんの自撮りをとても可愛いと絶賛していたり、可愛い後輩として高本さんを溺愛しています。そして高本さんも、大阪での握手もかなり楽しみだったけど、それ以上に嬉しかったのが小林さんと握手会のペアになれたことです。小林さんかなり好きで、いや本当に割とかなり好きで、リハとかも本番とかもずっと見ちゃうくらい好きでと、小林さんが大好きなことについてブログで綴っていました。森田光、斉藤京子。小柄な体でもダイナミックなパフォーマンスを披露している森田光さんと、キュートな見た目からは想像できない低音ボイスの斉藤京子さん、ギャップが魅力の2人もグループを超えての仲良しコンビです。2人は坂道グループが共演した配信ドラマボーダーレスの相方役で、役の仲が深まっていくのと同じようにどんどん仲良くなりました。最初は全く話したことがない関係でしたが、笑いのツボが同じことが分かると一気に距離が縮まり、撮影中はずっと2人で笑っていたそうです。ドラマについてのインタビューで、斉藤さんは森田さんのことを、今はゲラのパートナーというか、後にも先にもこんなに笑いのツボが合う人っていないんじゃないかなと思うくらいと言っています。それに対して森田さんも、斉藤さんと本当に笑うタイミングが一緒だったと同意していました。また斉藤さんは、昨日は久しぶりにひかるちゃんに会えました、相方役を演じてからもうすぐで1年だ、またいつかひかるちゃんの相方役できたらいいなとコメントを添えて、インスタグラムに写真を投稿しています。写真には、密着して斉藤さんが桜坂46のポーズを、森田さんが日向坂46のポーズを撮っている、とても仲が良さそうな姿が映っており、ファンからも、ツーショット待ってました、現実の世界でも仲いいの最高などと歓喜の声が寄せられています。原田葵、富田鈴香。もうすぐグループ卒業を控えている原田葵さんと、ひらがなけやきのパリビちゃんこと富田鈴香さんは、漢字けやきとひらがなけやきの微妙な距離感をものともしなかった仲良しペアです。富田さんは原田さんのことを葵ちゃんと名前で呼んでいますが、漢字けやきとひらがなけやきの時代にこれはかなりイレギュラーなことでした。ひらがなけやきのメンバーは漢字けやきのメンバーをさん付けで呼んでいて、恐怖心すら持っていることがメンバーの口から語られたことまであります。さらに富田さんたちひらがなの2期生は、同じひらがなの1期生に対してもミーパンさん、マナフィーさんなど愛称にまでさん付けしています。そのような関係性の中で、ひらがな2期生の富田さんが漢字ケーキの原田さんを葵ちゃんと呼んでいたのは、相当仲が良いことの表れでした。それから原田さんの活動休止もありましたが、2人は相変わらず仲良しで、お互いのライブを見に行ったことを報告しています。富田さんは、原田さんが活動休止から復帰した欅共和国2019を見に行き、ライブ後の原田さんが富田さんにキスしようとしているような仲良しツーショットをブログに載せていました。また原田さんもラジオ番組で日向坂46のデビュー3周年記念ライブを見に行って、観戦後に富田さんに感想を告げたと話していました。活動休止やグループが分離してもずっと変わらず仲が良いコンビなので、原田さんはもうすぐ卒業してしまいますが、この2人の関係は続いていきそうですね。今回は漢字ケヤキとひらがなケヤキの意外と仲の良いメンバー7組をご紹介しました。漢字ケヤキとひらがなケヤキには大きな壁があると言われていますが、グループ関係なく仲良くしているメンバーはたくさんいます。また表立って一緒に活動していなくても、実は相思相愛のコンビもいることがたくさんのエピソードから分かりました。これからも仲良しコンビの微笑ましい姿を見守っていきたいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。